こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。最近めっちゃ夜涼しすぎて、なんか夏の終わりって感じがするんですけど、まだ暑くなるんかな。もうなんか涼しすぎてさ、クーラーいらないじゃんってなった。急に季節変わった感がありすぎて。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ギフトありがとうございます。今日食べっ子動物の一番くじ見つけたけどやった。一番くじはやらないって決めてるんですもう。過去に一回やったことがあってすごい後悔したので、もうやんないかな。もう自分の引きの悪さに絶望しただけだったので、ちょっともういいやと思って、ダメだね、もうだからやんない。やんないです。もうよっぽどなことがない限りやんないって決めました、心の中で。もうなんか食べっ子動物では私の心は動かない。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。一つが高いからね。まあそうだ、700円とかするでしょ。でさ、すごいなんか目の前にさ、自分が欲しいものとかがさ、まだ残っててさ、それがさ、もう手に入れられない切なさがすごく嫌すぎて、もうやめようって思って、一回やった時に 5か6ぐらい引いたんですけど、もうダブりばっかだったんですよ。もうだから一緒やんねえと思って、そっから本当やってない。そっからやってないですね。そう、本当にもうちょっとね、これはもう気づいたらお金使ってるやんと思って、そうだから言わない、もうやらない。もういいや。ギフトありがとうございます。ありがとう。意志が固い。いや、まず無駄じゃない？だって1個700円ってさ、考えたらさ。やんないよ、もう。だってさ、スタバ以上のお金取られるのきついもん。だってスタバ大好きな私からしたら、その日だけで6回分スタバ払ったことになっちゃう。
やだ。迫害する人もある。なんだっけ、ロット買いみたいなやつでしょ。やってみたいよね、あれはあれで。あれはあれでやってみたいけどね。あれってでも予約とかしとかないと絶対無理なやつじゃない？なんか TikTok で見たことある。こんばんは。あれはでもお家でなんか一個ずつこうやってさ、弾けるからいいよね。楽しい。そう、それはそれで。昔 SK の一番くじの時ロット買いしたことある。うわーいいなー、なんかロットがいいね。なんか私もその一番くじ引いたことがある時はアニメとかじゃなくて、そのアーティストさんの一番くじだったのよ。そうだから、そう本当に欲しくてそう本当に欲しくて、そうでも出なさすぎて諦めた。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。すごい、めっちゃ花火すごい。昨日映画見れた？見てない明日見ようかなと思ってます。休みだから。もうちょっとででもリハがあるから、ライブライブライブの、それも練習しなきゃだけど。そうだ、練習しようかな。やばいんだよね、やんないと。うん、暑い。クーラーつければよかった。やばい感じが全然なさそう。いや、やばいでしょやばいでしょ、焦ってるよ、それなりに焦ってるよ。ストレが決まってないとカホリンがぼやいてる。え、決まってるでしょ。え、私が思ってるストレは何、決まってないの？何それ、何そのすれ違い、何なの？え、怖いんだけど。え、大丈夫？何、なんかすれ違っちゃってんじゃん、その8期の中でえ、決まってないとかある？え、私はさ決まってるものだと思ってたんだけど。え、怖いんだけど。え、私はじゃあ何を見てるんだろう。え、決まってないの？決まってるものだと思ってましたけど。違うんかい。かほちゃんに届いてないんかな。いや、絶対ない。それはだってグループラインで話してたもん。それはないです。ただな、資料が来てないの。立ち位置とか何も来てないの。そうだから、それが怖くて、早くそれが届かないと練習すらできないからさ、それが嫌なんだよね。
なんか対比とかその分かれば練習できるじゃないですか、ある程度。いやそれも来ないからさ、練習しようがないんだよね。一曲どれぐらいで覚えるの？分からん。その時のやる気による。私は本当に気合が入らないとやれないので、特に夜じゃないと入らないから、昼間とかに練習しようとしてもできないんですよ。なんか夜に覚えると20分とかで覚えれるものが、お昼とかにやると1時間かかったりとかするんですよ。そうだから、そう時間かかるの。まあ人によるんじゃないですかね、覚え方は。私は夜集中型なので徹底的に夜詰め込みますね。そう寝たいから頑張るみたいな感じそうこれ覚えたら寝ようみたいな感じでいつもやってます。これを覚えれるまで寝ないみたいな感じ。そう結構でも前からかも、昔からそうかな。夜練習した方が頭に入るタイプなので、そう夜頑張るいつも。こんばんは。私夜やってその寝て覚えるみたいなのができるから、お昼とかにそれやっちゃうとなんかどんどん覚えてって夜まで寝れないじゃないですか。まあお昼寝とかしてもいいと思うんですけど、それお昼寝しちゃうと多分起きれなくなるから。私はだからある程度その寝る前にちょっとやっといて、そのまま寝て、まあ睡眠学習じゃないけど、その寝てる間にちょっと頭を整理してもらってって感じでも夜過ぎるとやっぱ音とかねうるさくなっちゃうから、ドドンって足音とかその辺は気をつけてますけど、電気とかねちょっと申し訳ないなと思いながらもやってますいつもありがとうございます。ありがとう。あとこだわりなんですけど、自分がちょっとでもあ無理かもとか休みたいなって思ったらすぐ休むようにしてる。じゃないと頭に入っなんかもう集中できなくなっちゃって入らないから、そうちょっとでも休みたいなとか、なんか休憩したいなみたいな、そういう気分になったらすぐ座りますね。一回座ってみる。そのままやっても覚えれないから大事よ。まあ人によると思うけどゆうたありがとうございます。花火これ、ありがとう。そうでも練習しようっていう気持ちになるまでに時間かかるんですけど、一回練習するっていうモードに入ると割と集中できるタイプなので、でもさそこまで気持ちを持っていくのが大変なんだよね。そうなんかわかります？そっちの方が難しい。こんばんは。私できるんでって言いそう。当たりです。できますよできますよ。できますできます。いやなんか前まではあダメだってなったらどんどんそっちの方向に落ちてっちゃってたけど、なんかやっぱ大きいものを達成した時に、あ自分この時できてたやんってなるから、それであこんなのできちゃうわって思ってやるかも。なんかだから何か一つその
すごいなんかきつかった練習とか思い出してやったりしますね。ここ最近だともうほんと12周年のことを思い出すと、あ、自分あそこまで踊れてたな、頑張ろうってなるかも。もしダメだってなってもね、覚えれないとかってなったとしたら、そういう気持ちに持っていく、すると割とできますね。はい、こんばんは。いや、他のことでも一緒ですよ。街中でさ、すっごいスタイルいい人とかいても、まあ譲らんわ、歩いたしなーって思って気持ち切り替えちゃったりするよね。そういうことですよ。それと一緒です。もう何でもそうやって切り替えちゃう。まあ自分だけの力で立てたとは思ってないですけど、そうやってネガティブになるよりかはいいじゃないですか。そうやって考えてます、いつも。こんばんは。ポジティブ、基本ポジティブでいるようにしてる。その方が絶対人生楽しいと思うんだよな。嫌なこと考えて過ごすよりも。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。てかやっぱ暑いな、この部屋。クーラーつければよかった。まあいっか。こんばんは。公演の時表情めっちゃ意識してる。公演は前まではそのここは笑おうとか、ここはなんか真顔じゃないですけど、ちょっと真剣な顔してみようかなみたいなの考えながらやってたけど、新公演のレッスンの時にアンナ先生が、表情って作るものじゃなくてその場で出るものだよみたいなことを教えていただいた時に、確かにと思って、楽しかったらそれは笑うじゃないですか。だから、そのなんて言うんだろう、難しいな。かそのこの時にこの表情をしようっていうのは、もう間違ってないわけじゃないけど、なんかそういうのではないみたいな。楽しかったら笑顔になるはずだから、なんかそうやって表情は作るものじゃなくて自然と出てくるものって言われました。こんばんは。チョコの行方は基本笑ってましたけど、それはだって楽しいから笑ってんだよ。楽しいから笑ってんだよ、そのまんまですよ。それ以外の何者でもないです。
ばんは。楽しそうにしてるのが一番目引くだしね。そう、本当にそうなんだよね。そう、本当にそう。公演見てて思うけど、やっぱ笑顔が可愛い。みんなアイドル女の子、なんかやっぱ笑ってる子が一番可愛いって思っちゃう、個人的に。だって可愛いもん可愛いもんだって。めちゃめちゃ メンバーの笑顔が溢れてる声、ほんと最高。そう、なんかこの間のそう、鉄ナーもなんかそのマイクさんがすごいいい雰囲気だったねみたいなっていうのを、そう、言ってくださってて、反省会ですごい嬉しかった。やっぱクーラーつけていい？熱い。ちょっとリモコン、暑い、暑い、やっぱり暑かった。つけてきました。でもこの時期のさ、エアコン何度か迷わない？私基本いつも 26.5 なんですけど、27でもいいなとか今思っちゃった。まあいっか。なんか外すごい涼しいからさ、それだからあれだね。実は 26.5 度派です。気温 26.5。 夏もおしまいだね。ねえ、あっという間すぎない？めっちゃ早いんだけど、びっくりだわ、早すぎて。怖いよ。やばい、めっちゃ涼しい。最初からつけとけばよかった。最高。はい。うん。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。うん、いや、なんかほんとリハ始まってほしい、早く。なんか最近さ、なんか動かなすぎて、マジ絶対体重増えてんだよね。怖くて乗ってないけど、体重計怖いんだけど、大丈夫かな。でマジ最近食べてしかいないから、マジでやばいと思う。怖っ。まあ増えてないはずはないので、まあ必ずしも
増えてるだろうけど、ちょっとやばそう、ほんと過去最高いってるかもしんない。だから早く毎日なんか踊る生活がしたい。こんばんは。いやなんかほんと2019年とかなんかほぼ毎日公演してたから、なんかタピオカ飲んでてもなんで太ってなかったんだろうって考えた時に、あ、そういえば毎日公演あったやんと思って、やっぱ公演って大事なんだってなった。どれだけ食べててもさ、やっぱ次の日公演、またなんか明後日公演とかなんかそういうのがあったから、またなんか良かったところとかあったけど、いやなんか本当に良くない、応援したいです本当。今自宅警備期間やっぱり増えてたの。コロナの時は体重測るの忘れてて測ってないんですよ。そうだからね、分かんない、分かんなかった。試験の方ありがとうございます。 SK ホテルチームメスのジグレズキです、ありがとう。いやでも本当になんか手すり触るなとか怒られてたから、もう なった日とかは特にもうなってるだろうなっていう、病院行く前とかも一生触るなって怒られた。もう手すり触っちゃダメだよとか、ドアノブもダメみたいな、開けるから待っててみたいな感じだったから、もうどこも触らずにもう行ったので、そう車とかももう極力なんかちっちゃく座ったりしてやってたから、そこ触んないでみたいな感じだったので、そう本当徹底して、本当に手すりとかなんかその入れ物とかドアも触っちゃダメだったし、そうなんかもうとりあえず部屋から出るなって言われたので、本当に出てなかったよ部屋、本当に。そう、そう家族には映らなかったので本当に良かったんですけど、そこだけが本当に自分だけで本当に良かったです。まあ、でも本当病院待ってる時にもう本当その日何も食べてなくて、夕方までなんか普通にだるかったから食べれなくて、そう普通にママが乗ってる車の中でパン食べてた。パン食べてました。で窓開けてたけどパン食べてた。こんばんは。コーンマヨネーズパンでしょ。うん。いやなんかママがちゃんと気を使ってくれて、なんか一口とか二口ぐらい食べれるやつを買ってきてくれたんですよ。コンビニに寄ってくれて。そう。だからそれをもう急いで食べてマスクしてみたいな、なんかそういう感じだった。こんばんは。あ、熱はね出ませんでした、出なかったんだよね本当。まあ、平熱よりはさすがに上だったけど、なんか平熱高い人からしたらえって多分思われるぐらいに出てなかったので、まあでも自分からしたら高っみたいな感じだったけど、そうでもそんな多分世間からしたら別にそんなことなかったと思う、全然軽い方。そう熱だけは出さないので昔から、そこはやっぱ
変わらなかったですね。コロナかかっても熱だけは出さなかったですね。もうほんとしかもその日だけ出たのが、あとはもう1週間以上出さなかった。平熱でした。その時ワクチン何回目まで打ってたの？ 3回目。そう、新公演のレッスンとか始まったら打てなくなるなと思って4月の末かどっかに打ったんですよ、3回目。そう、でも打って正解だったなと思って、まず変わってなかったかもしれないけど。こんばんは。そう、でも本当に昔から熱出さなかったから熱出した記憶ないんですよ、今まで生きてきて。本当にないの。ワクチン打った時も熱出たの。思うじゃん、出さなかったんですよ。36度4とか平熱です。本当強くない？ちょっと私ガンナに熱だけは出さないの。おもろいよね、なんかもうここまで来るとさ、本当ここまですごいよな。ママにもなんか笑われたもんそう、熱出さなさすぎて、なんでそんな熱出ないのみたいなそう笑われた。実は最強人類なのでは。いや、ほんと怪我とかもないしな。ほんともしかしたらそうかもしんないもしかしたらそうかも。そう、熱を出したことがないから、その熱が出たかもみたいな感覚もわかんないのよ。なんか多分熱出す時ってさ、なんか体が熱かったりとかするじゃん。そう、なんかそれもあんまりよくわかんないし、なんか例えばよ、なんか吐きそうみたいになるじゃん。それもわかんないの。人生でそんなに吐いたことがないからそうだからそれもわかんないから、そうよくなんか吐きそうってなる感覚とかになった時にならないんですよ、それ。そう、逆に「どうしたらいいの？」ってなる、多分いざそういう時になったらね乗り物酔いもしたことないです。乗り物酔い船だけあったけど、さすがに戻したりはなかったので今まで戻したことある？もう本当にな、ほとんどないです。割とマジ最強人間かもしれない、こういう話してると。さすがに吐いたことないはないけど、さすがにあるけど、いつも戸惑う。どうしたらいいってなる三半規管強いね。強いかも強いかもしれない。
こんばんは。でも本当に健康に育ってきたので本当に感謝、ママとたけしには感謝でしかありません。平熱は35度台なの。35度後半くま6度5ぐらいまでかな。いつもでも公演前に抗原検査とか全部そういう時はそういう時は36度4 5 6 7ぐらいかも。そんなもんですね。それぐらいかな。そうだから本当になんか怪我で病院行くとかなんかインフルとかもかかったことないからなんかそういうので緊急で病院行くとかも今までなくて本当になんか言われる困ったことないあんまりって今まで。し私なんかご飯屋さんとか行ってちっちゃい子とかが泣いてる時あるじゃないですか。すっごいなんか響き渡ってる時そういうのとか聞くと、いやゆずはそんな泣いてるとこ聞いたことないなみたいな、この間聞きましたね。あ、そうなんだと思ってまあそれと健康はちょっと関係ないですけど、そうだから本当に 手のかからない子だったって言われる。こんばんは。今までで一番辛かった病気だけど、病気は胃腸炎で、怪我は足首の捻挫ですかねしょぼしょぼしょぼやん。妹ちゃんはインフルめっちゃかかるんですよ。そう毎年じゃないけどかかる年はかかるみたいな子だから、でも私はかかんないんですよね。そう、まだ一応骨は折ったことがないので、はい、一番痛かったのは捻挫ですかね。捻挫とか月指とかそんな感じかな。そうだからめちゃめちゃ健康に生きてきたのよ今までこんばんは。私でもママが一応その大きい怪我をしたことがあるから、なんか一応なんか経験者なのでそういうのに関して、だから気をつけなねってめっちゃ言われる。だからちゃんと足首まである靴下履きなよとか、レッスンの時はくるぶし履いちゃダメだよみたいなとかはすっごい言われますね。靴下ちゃんと変えなさいとかそう本当にそこら辺はちょっと厳しいですけど、でも一応ママがちゃんとそういう経験があるからこそ分かってることだから。そう、点滴とか打ったことある？ないです、ありません、なし。反抗期は、ないとは言い切れないですけど、そんなにババアとかは行ったことない、ババアとかジジイは行ったことないですけど、うん、ババアジジイとかまあなんか そっち系は行ったことないですわかりやすく言うとね、そうはないかも。
だから言うじゃない、いるじゃない普通に。だってそう、私はでも行ったことないですねまだまだってこれから有効みたいじゃん。いや、ないですけど。でもなんかそのこ、なんかなんて言うんだろう、全然今もなんですけど、その自分がそのめちゃめちゃ頑張ってる時とかに、なんかこうしたらいいんじゃないとか口出しされるのがあんまり好きじゃなくて、なんか自分のペースでやりたいとか、自分はこうしてからやりたいとか、なんか全部そういうのが決まってるんですよ。そう、まあ、私の性格上の問題だと思うんですけど、これをやってからこれをやりたいとか全部決まってんの。この時間にこれをやるとか、普段生活してる上でね、あるんですけど、なんかそれを邪魔じゃないですけど、なんかそれはこうした方がいいんじゃないとか言われちゃうと、え、何みたいななることはあるかも。そう、だからその立ち位置とか覚えてる時に、もっとこうしたら早く覚えれるんじゃないのとか言われちゃうと、じゃあママがやってみればいいじゃんみたいなそういうのは言ったことあるかもしれない。そのなんか結局はゆずがやることなのに、そのこうした方がいいんじゃないとか言われちゃうと、そう、じゃあ やってみればみたいなは言ったことあるかもしれないけど、でもそんなそこまでひどい反抗期はなかったはずでも私のそんな記憶がないから多分ないはずです。いやー難しいよね。